男の人はいいですね。そうやってポケットに手を突っ込んで歩いても誰にも咎められないのですから。はあ、指先が冷えますね。篠宮が男尊女卑のことを考えてため息をついている。人を物のように扱う篠宮家において男尊女卑といえばやっぱり許嫁か。白金はだいぶ心が来ていた。篠宮、俺にどうして欲しいんだ。お前の気持ちを教えてくれ。ああ、本当に寒いですね。このままでは心までいてついてしまいそうだわ。誰かさんの手は温かそうでいいですね。俺の手で温かく救い出してほしいということか。これは篠宮の SOS 信号。俺が何とかしないと。会長は女の子一人まともにエスコートできないんですね。お可愛いこと。